三村正和のゼロにしちゃって。さあ、三村さんが世の中のお父さんのモヤモヤを解消していくこの番組、進行を務めさせていただきます。鹿児島の妖精、入来茉莉です。だから妖精にしちゃあれなんだよね、もう成人しちゃってるから、もうなんかあの妖精はちょっともうやめた方がいい気がすんのよ。もうわりかし大人なんだから。今回はですね、ゴールデンウィークを控えたあるお父さんからこんなお悩みが届きました、はい、こちら。中学生の息子がいるのですが、最近私と話したがりません。今度の連休に久々にキャッチボールにでも誘ってみようと思うのですが、うん、三村さんなら何を話しますか。わ、48歳会社員の方です。あら、大体同年で同じ年ですね。そうです。三村さん、あんなところにグローブとボールがあるじゃないですか、うん、俺ずっと怪しんでたけどでは早速あるなとは思ってた。早速三村さん、あのあちらに立っていただいて実際にやってみましょう。どういうことですか。キャッチボールしながら、はい、息子と喋るんですか。はい、見てください、中学生の息子が老けちゃったよ。気にしない。おう、うん、なんか久しぶりだな、こうやってやんの。うん、そうだね。暗いけど、はい、いやいや、まあ、まだまだ始まったばかりじゃないですか。そうだね、親と喋りたがらないんだもんね。そうですそうです、ね、こちらから会話を広げていただいて。なるほどなるほどなるほどね。どう学校。まあ楽しいよ。どういうところが。部活とか。もう部活何やってんだっけ。部活何やってんだ。お父さん知らないんだ。野球。じゃあキャッチボールやんないかと思った。部活で疲れてごめんね、なんか野球やってんのにキャッチボール。部活がようやく休みの日に部活みたいなことやってごめんな。ちょっと一回いいですか、入来さん。はいはい、ちょっとこれもう、はい、完全なるガチでこうやってるわけで、はい、彼も結構頑張ってますよ。いや、とってもとても面白いですよ。面白い、はいね、はい、続ける。続けますか、ね、今話弾んできてるもんね。はい、ね、いい感じに。俺ね、はい、ポイントは最近喋れなくなってる息子に彼女いるかだけはこれ NG の気がするんです。あ、でも聞いてみるとかダメ。聞いたらすごい変な空気になる。あ、本当ですか。いてもいなくてもその多感な時。そうですか。俺は今でも気をつけてるよ。お前好きな子いんのとかも聞かない。やっぱね、男同士そこはちょっとデリケートな部分なんですね。だから今なかったでしょ。それなかったですね。行きそうで行かなかった。行かなかったですね。ここポイントです。ここポイント、ポイントポイント、ポイント1。自分の青春時代を思い出してください。そこ触れられるの嫌ですよね。だから最近どうなのよってなっちゃうわけ。うんうんうん、ね、カーブ投げてやろうか、この近距離でね。よく取ったね。ちょっとびっくりしてる。びっくりしたでしょ。はい、ということで終わった。今回も見事にお父さんのモヤモヤが解消されました。どうでしたか、三村さん。いいこと言ったと思う、今日。今日あのポイントが何箇所かあったと思う。はい、というわけで参考にしていただいて。え、次回もお楽しみに。休日のモヤモヤもゼロにしちゃって。